複闘式ガス、風入ショックアブソーバーショックアブソーバーとは、振動する、機械構造や建築物の振動を減衰する、装置である。ショックと略して呼ばれるほか、ダンパー、ダンパーとも呼ばれる。ほぼ同じ構造ながら、バネの減衰装置としてではなく、動力源として用いられる、ガススプリングについても記述する。ショックアブソーバーによる減衰を、横軸に時間。 縦軸に変異をとって示した図乗り物のサスペンションのようにバネなどの男性体が男性変形することで衝撃を吸収する。気候においては路面の起伏などによる衝撃を吸収した後に再び元の形あるいは元の位置に戻るがこの時車体などの質量を持った物体には完性が働いているため元の位置を通り越して反対方向に再びバネを変形させる。 こうした挙動が繰り返されることをバネ質量系の周期振動と呼ぶ。ショックアブソーバーはバネ質量系の周期振動を収束するために使用される装置で周期振動の収束を減衰と呼ぶ。ショックアブソーバーは変異する際に抵抗を発生し運動エネルギーを熱に変換して減衰する。ショックアブソーバーによって減衰されない場合、周期振動が長く続いて、 機械の動作が安定しないだけでなく、強振によって、構成部材の強度を上回る変形を起こして、破損する場合もある。自動車などの乗り物で、サスペンションの構成部品として用いられているほか、地震の衝撃を柔軟に吸収する構造とした、建物の部材として用いられている。ショックアブソーバーに発生する抵抗は減衰値あるいは、減衰力などと呼ばれ、 現在主流となっている液体の粘性抵抗を利用するものでは、ストローク速度によって減衰力が変化するため、横軸にピストンスピード、縦軸に減衰力を取ったグラフで表すか、代表的なピストンスピードにおける減衰力を数値で表す。乗り物のサスペンションで細かい路面の起伏をしなやかに吸収する能力が求められる場合、変異の初期から、 ショックアブソーバーの抵抗が強く発生しないように変異量や変異速度に応じて減衰力が変化する構造が採用されている。ショックアブソーバーには回転式のロータリーダンパーと伸縮式のシリンダーダンパーがあり乗り物のサスペンションにはシリンダーダンパーが用いられる例が多い。減衰力の発生原理には個体同士の摩擦抵抗を利用したものや 流体抵抗を利用したもの、あるいはゴムなどのように変形の際に減衰力を発生する材質を利用したものなどがあり、乗り物のサスペンションでは、ほとんど圧縮や膨張しない冷圧縮性液体の流体抵抗を利用したオイル式のショックアブソーバーが広く普及していて、オイルショックアブソーバーとも呼ばれる。オイルショックアブソーバーは、筒の内部に安定した性質を持つオイルなどの流体を満たし、 ショックアブソーバーの伸縮に合わせて動くピストンを設けて流体を移動させる。流体の移動経路にはバルブやオリフィスを持った流路面積の小さな穴が設けられていて流体がこの穴を通過する際に抵抗を発生して減衰力を得る。バルブはピストンの一部に設けられている場合と筒に固定されているものとがある。オイルショックアブソーバーは筒の構造によって 複等式と単闘式に対別される。複等式ダンバー概念図 A、ピストンロッド B、外闘 C、内闘 D、ピストン E、オイル回、ベースバルブ複等式ショックアブソーバーは、外闘と内闘の二重構造となっている。ピストンロットの伸縮によって、オイルは内闘の底部に設けられた、ベースバルブを通って内闘を出入りする。ピストンロットが侵入した体積分のオイルは、 内灯から押し出されて、内灯と外灯の空間に導かれる。また、副灯式は縮み方向の減衰力と、伸び方向の減衰力を別のバルブで制御し、縮む際はベースバルブ、伸びる際はピストンに設けられたピストンバルブで制御される。二重構造により、工術の単灯式と比べて、全長を短くできるが、外灯と内灯の間のガス質が、 断熱の働きをして放熱性が劣る。縮み側と伸び側のバルブ機構が独立しているため、それぞれの構造を単純化でき、特に減衰力を外部調整式にする場合などに有利である。オイル室とガス室の間に隔壁がないため、オイルに気泡が混入して減衰力が低下してしまう、恐れがあるほか、ベースバルブが液面より下になるように配置しないと、ガスが 内筒に入ってしまうため、フォーミュラカーなどのように水平方向に配置することができない。オイルショックアブソーバーは変異速度が高い場合、オイルがバルブを通過する際に局所的に圧力が低くなってキャビテーションを発生するため、工術の担当式と同様にガス圧によってオイルを加圧してキャビテーションを抑えたものが複等式にも登場した。複等式の加圧は 担当式と比べると比較的低い圧力であるため、低圧ガスショックアブソーバーと呼ばれる。担当式ダンバー概念図 A、ピストンロッド B、ピストン C、街灯 D、オイル E、フリーピストン界、ガス質担当式ショックアブソーバーは、筒が単層構造になっており、筒の内部はオイルが満たされたオイル質と高圧のガスが、充填されたガス質に分けられ、その間を自由に動くことができる。 フリーピストンによって仕切られた構造を有する。オイルリザーバータンクを別体としてタンク内にフリーピストンとガス室を設けたものもある。ピストンロットが侵入した体積分のオイルはフリーピストンを押し下げてガス室を圧縮する。また減衰力は伸び側、縮み側ともにオイル内を移動するピストンに設けられたバルブによって制御される。担当式は 構造が単純なため外形に比して筒圧やピストンロット系を増やすことができ強度を確保しやすい。また高圧のガス質によってオイルが加圧されているためキャビテーションが起きにくくガス質とオイル質がフリーピストンで隔てられているため設置方向を選ばないなどの長所がある。一方で高圧のガスを密閉する必要があるフリーピストンや 伸び縮みの両方向の減衰力制御機構を有する、ピストンバルブなどに高精度の部品が必要とされる。厳重なオイルシールの性能が必要となるので、初期動作が渋い傾向がある。またガス質の分だけ、ダンパー全長が長くなるため、別体のガスリザーバーを持つものもある。単当式ショックアブソーバーは、高圧ガスを使用していることから、ガスショックアブソーバーと呼ばれ、 前述の低圧ガスショックアブソーバーと区別して、高圧ガスショックアブソーバーとも呼ばれる。あるいは、開発者の名を取って、とカルボン式と呼ばれることもある。担当式ショックアブソーバーの空気質を拡大し、空気バネの役割を持たせることで、コイルスプリングの省略する、もの種として航空機で広く用いられており、オレオ式ストラットと呼ばれる。日本では、 かやば製作所の製品ガレー式環状戦闘機などの膠着装置に使用されていた。戦後、オレオ式ストラットの技術が、三菱、水島などのオート三輪や陸王などオートバイにオレオ式フォークの名称で採用されていた。担当式ショックアブソーバーの車体への取り付けは、オイルシリンダーに対して、ピストンロットが上側に配置される、成立式と、 その逆の倒立式の2種類に分けられる。倒立式はオイルシリンダー側がボディ側に固定されるためバネした重量の軽減ができる。倒立式をストラット式サスペンションに用いる場合、ピストンロットの周囲にシリンダーよりも太いカバーが設けられ、成立式に比べるとサスペンションへの取り付け剛性を高くでき、ストラット全体の曲げに対する剛性も高くできる。しかし、 ピストンロッドとシリンダーの修道だけでなく、カバー内側とシリンダー外側を修道させながら、埃や水の侵入を防ぐ構造とするため重量やコストが増える。ピストンバルブ模式図減水力は、ピストンバルブあるいはベースバルブの流路面積によって制御され、流路面積が小さければ流体抵抗が大きく減水力が高い。逆に、 流路面積が大きければ減衰力は低くなる。ピストンバルブとベースバルブでは、オリフィス、バルブ、ボードの3つの要素で、オイル経路が構成されている。これらの要素は、変異速度に伴い、独立して、または組み合わせによって、変異速度に最適な減衰力となるように、流路面積の大きさを調整する。ピストン速度によるオイルの経路の変化。 ショックアブソーバーがスムーズに伸縮するためには、オリフィス特性とバルブ特性及び、バルブ特性とポート特性のそれぞれの移行点において、減衰力が連続的に変化する必要がある。また、バルブ特性とポート特性は互いに密接な関係にあり、3つの特性をの1つだけを極端に高くしたり、低くしたりすることが難しい。 ショックアブソーバー全体の特性は三つの特性を総合的にチューニングして決定されるが一般に減衰力が高めのショックアブソーバーは低速域でも硬めであり逆に低めのショックアブソーバーでは高速域でも比較的柔らかい基本的に理想的なダンパーは微小ストローク域でも動きが渋くなく適度なダンピングを持ちそれがピストン速度が上昇するにつれて ダンピング力が増加するが、急激なショックなどでは、ダンピング力を逃がすものであるが、通常のメカニズムでこれを実現するのは難しい。このため、常用ストローク一気にシリンダー外壁に溝を作る工夫がある。また、走行条件に応じて減衰力特性を変化させられるアダプティブショックアブソーバーが開発され、電子制御によってポートを開閉する機構などが、 実用化されている。多くは、ダンパー軸が中空で内部にポートを開閉するロッドがあり、これを回転することで減衰力を可変するようになっている。また、磁性流体を用いて磁力によってポート特性を可変するマグネティックライドなどが実用化されている。ショックアブソーバーは、オイルとガスが封入されており、動作の際には、 シリンダー内に高い圧力が発生するため、ピストンロッドと街灯の間には高い機密性が要求される。しかし、ピストンロッドに施されたクロームメッキの傷やサビによるシールの損傷や長期の使用によるシールの摩耗などで機密性が低下する場合がある。機密性が低下するとオイルがわずかずつ漏れ出し、オイルにかかる圧力が抜けて正常な減衰力を保つ。 ことができなくなる。また、オイルがバルブを通過する際には、オイルの構成成分がわずかずつ洗断されるため、長期の使用で次第に粘度が低くなり流体抵抗、すなわち減衰力が低下する。こうした減衰力の喪失は、俗に、ショックが抜けると表現されることが多い。アブソーバーメーカーによって様々であるが、メーカーは100万回から数百万回程度の 伸縮回数に対して、品質保証を行っている場合が多い。伸縮回数を走行距離に置き換えて、2万キロメートル走行で、最低1000万回は動作するとする例もある。減衰力が極端に低下すると、サスペンションスプリングの周期振動を減衰できなくなり、車体が大きく上下動し、その揺れが収束するまでに時間がかかる。停車中に、 車体の四隅に体重をかけて強く押し下げると反発による車体の陽動が一度で収まらず数回以上ふわふわ動き続ける場合もある。結果的に乗り心地が悪化し旋回時や加減速時に車体の挙動が不安定になりタイヤと車両の性能を発揮できなくなる。ショックアブソーバーにはオーバーホールによって減衰力を回復させることができるものもある。 オートバイのテレスコピックフォークなどでは、整備事業者やユーザーが分解整備を行うことができるが、多くの場合はメーカーでオーバーホールが行われる。オーバーホールの際には、ピストンロット周辺のゴム製、ダストブーツやバンプラバー、ショックアブソーバーの車体取り付け部のゴムマウントなども、原則として同時交換を行う必要がある。自動車やオートバイでは、 伸縮式のオイルダンパーが広く用いられている。乗用車では、ショックアブソーバーにスプリングを支えるスプリングシートを設けた構造を採用するものが多く、スプリングとショックアブソーバーは、サスペンションストラットアッシ,シーとして車体に組み込まれる。こうした構造は、日本国外では、コイルオーバーとも呼ばれている。減衰力の調整ができるものも多く、 伸び側と縮み側を独立して調整可能なものもある。通常はゴム板やゴムブッシュが用いられるアッパーマウントを高質ナイロンやピロボールに置き換え、より直接的なフィーリングを求めたものもスポーツカー用などに多い。アフターマーケット製品とアフターマーケットメーカーの製品を純正装着とした。 物にはオーバーホールが可能なものもあり、損耗部品の交換や後継商品の部品へのアップデートが行われている。車高調整式ショックアブソーバーとは、スプリングシートの位置を上下に可変できる構造や、ショックアブソーバー自身の前兆を可変できる構造を持ち、車高やスプリングのプリロードを調整することができる、ショックアブソーバーである。車高調と略されることも多い。 モータースポーツなどで、スプリングの初期荷重を調整したり、前後の車高のバランスを微調整するために用いられる機構であるが、一般向けにも販売されるようになってからは、外見的な改造として、車高を下げることだけを目的として装着する場合もある。スプリングプリロードを変化させる調整機構としては、ショックアブソーバーの外側とスプリングシートにネジが切られていて、 スプリングシートを回転させることで上下に移動させる方法とスプリングとスプリングシートの間に CH 型のスペーサーを挿入することによって行うものがある。いずれの方式も極端に車高を変化させることはプリロードを大きく変化させサスペンションの初期特性を大きく影響を与える。また、車体が静止状態でのショックアブソーバーの長さが変わり伸び側ストローク量と 縮み側ストローク量の比率が変化する。車高を下げると縮み側ストロークが減少し、極端な場合は底付きを起こす。逆に車高を上げると伸び側ストロークが減少し、極端な場合は伸びきりの状況となる。底付きや伸びきりはいずれもサスペンションの特性に悪影響を及ぼす上、車体やショックアブソーバーに強い衝撃荷重がかかる。 ショックアブソーバーの全長を変化させて、車高を調整するものは、ショックアブソーバーの外側に筒状のブラケットが被せられていて、互いにネジが切られて組み合わされている。この場合、スプリングプリロードと車高を独立して調整できるが、重量やコスト、外形が比較的大きくなる。また、ショックアブソーバーのストロークセンターの変化による、 底付きや伸びきりは解消できるが、サスペンションアームの可動域やタイヤの干渉など、車体側の制限により極端な車高調整は、トラブルを起こす、可能性がある。タンク別体系担当、式倒立ショックアブソーバーオートバイの、フロントサスペンションとして、広く用いられている、テレスコピックフォークと呼ばれる方式は、前輪を支える、フォーク全体が複闘式ショックアブソーバーの構造を、 持つ。テレスコピックフォークには専用のフォークオイルもしくは ATF が封入されており、頂上部のナットと下部のドレンボルトを外すことで、比較的簡単にオイルの交換作業が行える。一般のショックアブソーバーの筒の部分に相当する部品は、アウターチューブ、ピストンギットに相当する部品は、インナーチューブと呼ばれ、セリアー二式では、スプリングはインナーチューブ内に挿入される。 テレスコピックフォークは通常インナーチューブが上、アウターチューブが下の成立レイアウトが採用されることが多いが、インナーチューブを下にした倒立式フォークが採用される場合もある。この構造では上部の空気層が弾性要素として働くので、バルブやフォークオイルの粘土だけでなく、フォークオイルの注入量でバネ定数を変化させることができる。さらに、 通常下方に置かれるチューブを上部に置く、倒立式がバネした重量を減らすために一部の高性能車で使用されている。ステアリングダンパーはショックアブソーバーの一種で、ステアリングの動きに対して減衰力が作用するように用いられる。オートバイにおいては高速走行時に、ステアリングが左右に振動するハンドルシミを防ぐ目的でフレームとフロントサスペンションの間に取り付けられる。 場合がある。四輪の自動車では、起伏の激しい路面を走行する四輪駆動車などで、路面からステアリングに加わる急激な反力を緩和する目的で取り付けられる場合がある。ガススプリングは、ショックアブソーバーとほぼ同じ構造ながら、バネの減衰装置ではない。これは内部に高圧ガスを封入した空気バネの一種であり、機体の膨張力によって、機械構造を変異させる。 動力源として用いられるものでガスストラットやガスシリンダーなどとも呼ばれる。主に跳ね上げ式の蓋や扉などを持ち上げる機構に用いられガス圧による作動だけでは変位速度が速すぎるためポートの通気抵抗によって変異速度を抑え作動速度をほぼ一定に保っている。封入された機体の圧力によっては本体の大きさに比較して大きな力を発揮することができ。 ライトバンやハッチバック車など自動車の跳ね上げ式バックドアで広く用いられている。高級車ではボンネットの指示にもボンネットダンパーとして用いられている。ガルーイングドアやトヨタセーラなどに採用された跳ね上げ式のドアにも開閉を補助するガススプリングが用いられている。ガススプリングは経年により次第にガス圧が低下してドアやボンネットを保持する能力が失われることもある。 椅子座面昇降調整機構の上り力発生にも使われる。ありがとうございます。